週刊姫キュン。さあ毎週水曜日カモリデナイトの日替わりコーナーは週刊姫キュンです。はい、さあ今日はですね、まあ録音放送になりますが、まあ、メッセージはね今週もたくさんいただいておりまして、その中から姫キュンラブさん、はい、24日の海公園に行ってきました。あ、どうだったどうだった。会場にはたくさんの姫キュンファンでいっぱいでした。はい、僕は2列目の席で応援をしてました。すごい。ライブでは恋エネ、恋愛エネルギー保存の法則、はいはい、そかひまわり、時戻れなど盛りだくさんの内容で楽しかったです、うん、そしてアンコールでは新曲のトライアゲインが聴けてよかったです、あ、もう新曲ができてんだ。そうなんですね。僕知らないです、聞いたことないです。私も知らない、うん、だってあの8分の1のブレスも、はい、本当にリリース日まで、うんうん、あの情報が出ないところだったんで曲に関して僕もその日に初めて聴きましたからね、はいはい、とてもいい曲でしたよ。そして今度2日に定期公演もあるので行ってきますということね、はい、それからこっちはラジオネームカンナ君、うん、今日は学校休みに姫キュンの曲がかかっていたので、はい、めっちゃテンション上がりました。では作業してきますということで。そうか、すごいね。校内放送でもやっぱり姫キュンかかるようになってきた、うん、これはいい稽古ですね。一人でニヤニヤしたんだろうなカンナ君な多分な、はい、さあというわけで、今週はですね録音放送になりますが、はい、それではさくらこちゃんそしてほのかちゃんの登場です。はい、右だけやばの16歳派の単語と号のほのかです。よろしくお願いします。そしてはい、姫キュンフルーツ館最年長谷尾さくら子です。よろしくお願いします。はい、さて、はい、世間は、まあ、中学生高校生も文化祭シーズンなんですけども、まあ文化祭、まあ、もちろん2人も学生ですからやっぱいろいろこう思い出あると思いますけども、ほのたんは今高校生、はい、もう文化祭やったの、これから。そうですね、これからです。これから、はい、ちなみに何かやんの。やんないですね。やんない回る担当ですよ。回る担当、あ、はい、自分では何も出さずに。そうなんですよ、人の催し物を見るって言われてなんかクラスごとにやるんですけど、なんかあんま乗る気じゃなかったみたいで、みんな、あ、あなたのクラスが。そう、ほのかはちょっと乗る気だったんですけど、去年やったんですよ、お店を、うん、だから楽しかったんで、うん、やりたかったんですけど、うん、今年は、うん、残念ながら。なんだよ、ほのたんのクラスみんな一生懸命やろうや。ねえ、ね、そう、去年はアイスをこうやって、おソーダフロートを売ったんですけど、おうおうおう、その上に乗せるアイスをこうやってたんですよ。すごい、自分で言うのもなんですけど、うまかったですアイスを乗せるやつ。でもできるやん。できる、だってこれ丸くするんよ、こう。あ、丸くするのがうまかった。そう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 、なるほど、うん、それが得意なんだ、うん、じゃあ得意、特技。それ自分で時々食べながら。あ、そうですね、食べながらやったらダメかな。それ楽しいな。楽しかったです。そういうのはな、はい、一方さくら子ちゃんは。はい、私は高校の時は特に、まあ、ほのかと一緒で回る担当だったんですけど。回る担当、いや担当ないけどね。そういう担当は。でも中学の時はなんか仲いい友達同士と、うん、その体育館のステージで踊ったんですけど、うん、あのリアディゾンさんの LOVEU って分かりましたね。あったな、なんかそんなの、うんうん、あれを自分たちで作って最初から踊りをで踊りました。マジで、はい、すごい、自分作るん。そうなんだ、結構うち作ったんよ。でね、三角形の時にね、一番前のセンターで踊ったんやって、うん、今ではできない、今ではできない思い出初センター最初で最後のセンター。いや、あれじゃん、リハディゾンってほら言ったら黒船襲来ってきたこうセクシーアイドルで始めてましたから。そうなんですよ、中学時代からもうそんなセクシーなダンスを。そう、好きだったんですよ、すごい。だけど、うん、まあさすがに中学生で全校生徒の前であの踊りはちょっと過激すぎるということで、まあ、まあ自重しながらのダンスでしたが、うんうん、なるほどね。やっぱそれが楽しかったんだ。楽しかったです。その時こうみんなの前で踊ったっていうのは、うん、やっぱりこう、はい、このね、姫キュンになろうと思ったところのこうちょっとはこうやっぱあったりするのかな。そうですね、元から歌ったり踊ったりが好きだったんで、うん、それでつながってますね。あー、なるほどな、うん、ですね、はい、まあ、その文化祭なんですけども、うん、なんと姫キュンも、はい、愛媛県内の大学の学園祭に今年出演するそうです、うん、そうなんですよ、はい、はい、10月29日聖カタリナ大学の大学祭、うん、はい、あと10月19日の松山大学の二期達祭にも出演させていただきます。学園祭っていうのは出たことあんの、どっかの。愛媛大学の医学祭には出たことある。あ、そうかそうか、今年で出たね。あと川原さんの、あ、そうかそうか、それも出てたね。はい、出ました。楽しい、ね、そう、学祭ってすごい若い方も多くて、うんうん、なんかステージも大きいとこが多いんですよ、うん、だからモニターとかもついとってね、うん、でなんか学生だからやっぱりなんかいつも以上に盛り上がってくれて、うん、で食べ物もあるし一番大事よね、うん、そこ重要やね、ちょっと重要なところなんですけど、うんうんうん、はい、
そうや、確かに学祭はもう生徒も盛り上がるつもりで来てるから。そうなんですよ、楽しいよね雰囲気がね。はいですね、そうなんで、10月29日の聖カタリナ大学大学祭、それから11月19日松山大学の二木立祭ね、はい、こちら、はい、ぜひ皆さん姫キュンを見また行ってほしいと思います。よろしくお願いします。さあそして今日はですね、姫キュンから重大発表がありまして、はい、何でも、はいはい、スペシャル企画が決定したということで、はい、発表してください。どんな企画ですか。せーの、姫キュンと行く初詣バスツアー in 淡路島。イエーイ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 。あのバスツアーは何回かさせていただいてるんですけど、ね、でも今回は初めての土日なので1月14日と15日なんですけど、なんか今まで夏休みとかだったんですけど、春休みとかでもなんかやっぱり平日だったんで、うん、そう会社員の方とかは確かに、うん、はい、で今回はじゃあその土日ということ で、 そうなんです、みんな行きやすくなってるの。行きやすいんですよ。これまた結構規模が大きくないこれ参加人数。そうなんですよ、なんと限定300名だから限定でもなくなってるような気がするんですけど、いや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 、たくさんのねご応募をお待ちしているところで、最大でだから300人と姫キュンが一緒にバスツアーをするってことでしょ、うん、そうなんですね、できれば。これはすごいね。すごい、ぜひしたいんですけど、何かと思うよね。そうなんだあの一行はみたいな。バスがめっちゃ連なる感じで、すごいでしょ、うん、で中から出てきたらこう姫キュンメンバーが出てきて、そうですよ、うわすごいな。でこれもちろんねバスツアー、あの、はい、今までもそのツアーとかでやっぱりそのファンの皆さんがね喜ぶような企画、うん、いろいろやってきましたけど、はい、今回も盛りだくさんなの、うん、そうなんですよ、例えばね、例えば、クイズ大会とかで、はい、うんうん、当たる景品みたいなんで2人でお願い券、なんだ2人でお願い券とか、バーベキュー案件、あこれは案ですよね、案してあげる券かな。おお、案したことないでしょあんまり。全然ないです ね、 ないでね、メンバー同士とかならね、よくありますけど、男子にはないでしょ。ないですね、さすがに。初めてほのたんの案をしてもらえるのは俺かもしれないってことですよこれはクイズチャンスがあるって。そうですね、ぜひぜひ。私は個人的に、うん、あのパワースポットで初詣が楽しみですね。個人的にね、あのパワーを吸収だから、なんか去年、うん、あの受験生だったんで初詣行けなかったんですよ、うん、あだから皆さんと一緒に初詣に行きたいです。うん、うんうん、なるほどね。今回なんか、僕も今チラシをちょっともらったんですが、これコンピラさんでね、はい、はい、そうですね、初詣ということなんで、うん、はい、これいいよね、姫キュンと一緒に今年1年 ね、いろいろ、うん、あとなんか姫キュンのメイド服も見れちゃうかもって。お、メイド服でこれ着んだ。メイド服みたいですね。初めてやね。ね、あ、うん、あ、着たことないんか。え、でも私はない。コスプレ大会みたいな、写真撮影会みたいなのをしたことあるんですよ。それで、そう、メンバーの何人かは多分着たことあるんですけど、はいはい、全員で着るのは初めてですね、うん、めちゃレアな感じ、うん、あらららら、これいいですね、はい、でもちろんライブもやるんでしょ。やりますね、はいはい、そうです、楽しみです。夕食後って書いてる、うん、夕食後って書いてる。夕食後に。夕食前ではなくて夕食後にライブがあります、ね。なんかでもね、うん、そうだね。いちいち面白いな君は。こんなのこのあなたの部屋へ朝のご挨拶だってよ。おお、これは。前はなんかモーニングコールみたいなじゃなかった。そうですね、電話したんですけど、今回は直接行く感じですかね。でもご飯の後で行ってまたご飯の後また食べた後が多いな。朝食の後らしいですよ。ああそうなんです、ね、やっぱり元気が出るんじゃないですか。あなるほどね、ご飯ね、なんでもこうご飯やっぱ気になるんだね。要は文化祭でもね、ほらやっぱご飯大事、ご飯あるライブもこれご飯の後だから、そうお腹が減っちゃ できませんからね。そうだね、こう夕食前だったらもっと多分テンション下がってると思うよ。そうそうそう、ね、まあ本当にね、そういうこういろいろなイベントがあります、うん、この姫キュンフルーツ館と行く初詣バスサイン淡路島で、ね、はい、でこれいよいよ受付も近づいてきてるということなんですが、はい、はいはい、10月13日、うん、朝9時半から電話受付がスタートします、はい、はい、1月14日と15日ね、はい、あります。そして電話受付、先ほど言ったように10月13日朝9時30分この日は皆さん早起きしてね。そうですね、で、これいくらなんですか。はい、39,800円です、うん、4万円切りました。はい、そうですね、これ大事でございますね、はい、大分ツアーの時と同じ値段なんですけど、はい、まだ時間があるんで、うん、そう学生さんも貯めてもらって、うん、そう来てもらったら嬉しいなと思います。あとおねだりしてね、そうお父さんお母さんにね、うん、そうだね、
さあというわけでね、この姫キュンフルーツ館と行く初詣バスツアーイン淡路島、はい、よろしくお願いします、はい、詳しいお問い合わせ先はどちらに電話をしたらいいですか。はい、阪急交通社松山支店さんに電話をしてください、はい、089-98-8901 です。はい、よろしくお願いします。またあの詳しくこれホームページにも載るんですね、うん、姫キュンのね、はい、でそちらも合わせてチェックしてほしいと思います。お願いします。さあじゃあ最後になりましたけどもね、近々のイベント情報その他ご紹介していきましょう。はい、はい、10月2日日曜日は今治大浜公園で今治湯の浦温泉祭りでライブをします。はい、イエーイ、すいません、はい、それから定期公演の情報もホームページにアップしてますので、詳しくはホームページをご覧ください。はい。はい、毎週ありますからね、これ定期公演もね。そう、10月はたくさんあるんですよ。ね、こんなに公演ラッシュって初めてよね。そう、なんかいつもなんか月2回ぐらいとか、そうだね、なったんですけど、多分毎週ぐらい、うん、毎週ぐらいの勢いでありますから。ありますね。はい。これは皆さんの今までね、なかなかチケットが取れなかったという人もこれチャンスでございますから。そうですね。ぜひ。ぜひぜひお越しください、うん、はい、じゃあ最後にですね、姫キュンフルーツ館のナンバー1曲ご紹介してください。8分の1のブレース、今週の週刊姫キュン、桜子ちゃん、そしてほのかちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけでね、今週の週刊姫キュンはさくらこちゃん、そしてほのかちゃんの登場でした。はい、先ほどのちょっとイベントについてですね、一つ、10月2日日曜日、今度の日曜日は今治大浜公園特設会場での花祭り、鯛祭りに出演です。はい、それから今治湯の浦温泉祭りはこれ10月の15日ですね、うん、こちらは今治市の湯の浦自由グランドで行われます。はい、この両方にね、今治に、姫キュン行くということなんで、今治の皆さんもね、ぜひ姫キュンに会いに行ってください。はい、さあというわけで今週の週刊姫キュンのコーナーでした。